はい、どうも皆さんこんにちは。レイド所属オーナーのナポリンです。今日は僕のいつもワンタイムを見るフレンドと一緒に米津玄師さんのワンタイムイベントを見ていきたいと思います。あ、言えない、噛んでるね、ずっと。はい、どうぞ、じゃあ言ってください、挨拶。レイド所属銀ちゃんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみだね、ワンタイム。よし、それじゃあ行こうか。よし、ワンタイムはでももう毎回のように銀ちゃんと見てるね。うん、ちゃんと見れないからやめてや。ちゃんと見れないからやめてや。確かにな、見れないよな。うん、カウントダウンしよう、銀ちゃん。10秒前、5秒前、お、3、2、1、始まる。行くぞ。来た。あれ、今すんな。お、音は聞こえないね。聞こえてる、銀ちゃん。聞こえない。あ、聞こえ、あ、あ、泣くな。これな、普通でなくて、まだ、うん、お、聞こえる。聞こえてる？聞こえてる。え、マジで？え、ね、すごい。え、本当に聞こえてる？すごい、え、なんこれ？ねえ、ナポリ何も聞こえてないよ。ねえ、すごい。なんで聞こえないの？出たよ、またこうやって俺だけ聞こえない。はい、どうも、ふんな男です。すごい。はい、どうも、ふんです。何もわかりません。この間の映画のイベントの時も、はい、全然何歌ってるかわかりません。おぉ、なんて。いやもうこの間の映画の時もさ、ホールブルのメンバーで見た時俺だけ見れんかったん。もうまただよ、パーティーロイヤル。なんで毎回こうなん、俺飛んでるだけやんけ。もうずっと喋ってやるかんな、俺も。これもう銀ちゃんが聞こえないぐらいまで喋ってやろう。じゃあナポリのことはミュートした方がいいね。やめて、もう何こう PV だけは見えるよ、俺も。すごいよ、すごいね、米津さんのこれもうね、実写版だね、すごいね。アイネクライネの時からは想像できないね、こんな実写になってるなんて。もうだけども俺は何も音が聞こえません。何を見ても変わりません。みんなすごい楽しそう、なんかポン投げて。マジで聞こえない。もう全然聞こえない、もう俺ほらこうだと思ってました。すごい、なんかもう周りピカピカし始めた。おお、飛び飛んでるけど、なんで飛んでるか俺は未だに分かりません。なんで、本当にもうこれもう見たい、聞きたい、どうしたらいいのこれ。もう本当に、はい、日経さんから招待来た、日経さんから、日経さんはもう間に合いません。もう何これ、もう俺何これ10分ぐらい喋ってればいいの、人やすらこれ一人ごとで。いややばくね、もうPV 画面とかで踊ってるやつもいるでしょ。お前も絶対聞こえてないだろ。まあ諦めた組か、そこのやつらは。いいな、聞こえる人たち、いいな。ああ、ついに銀ちゃんも集中して聞かなくなったと俺の話を。俺はどうすればいいか。はい、また飛んだね。わけが分からず飛んでます。イエイ。どうしてなんだよ、何したって言うんだよ俺がよ。この間のワンタイムも見れんかったよ、なんか知らんけどさ。いいね、はい、もうミュートしたやろ、銀ちゃん俺のことしたな、これ。ミュートしたな、お前、俺がうるさいからって。最低やがんな、お前、二人で見に来て一人だけミュートして、一人だけ喋らせんのか、お前。あー、すげえ、いいな。どういう歌が聞こえてんだが、かっこいい。なんかボーダーランズのなんか絵面っぽいね。これボダランだ。お前聞こえてたんかい。ボダランだこれ。聞こえてんのに無視したんかいっつって。え、聞こえてないのにこれ意思疎通したの俺と。お、すげえ。お、パパパパって言ってる。パパパパ、花火の音聞こえた。何、俺花火見に来たの今回。これ終わった、え、終わった、嘘でしょ。すげえすげえ、すげえ、めっちゃいい、すげえ、ね、すげえ、銀ちゃん、いや俺がすごさわかんないね、すごさを知りたい。銀ちゃん、うるさいからミュートをしたし、
何のためにここにいるのかちょっとまだ分かんないですね。ねえ銀次くんミュートしてるね俺のこと。お前覚えとけよ俺のことミュートしやがって。なんか一緒にいるのに一緒にいないみたいだね。なんか同棲してんのに別れた後の恋人みたいだね。まだ別れたけど同棲してますみたいな、心ここにあらずみたいな感じだね。伝わらんか。うん、はーい。あはは、見たいな聞きたいな。なんだかなんだか聞こえないよね。きっと俺と同じ思いをした配信者たちがすごく嘆いてるんじゃないかな。キャプチャーしたら流れないのかな、音楽エピックさんのあれなのかな。でもいいよ、それも動画のネタの一つだ。そうは思わんかね、忍者さん。ナボリンかわいそうだな。うるせえよ、お前ぶっ殺そう。ナボリンかわいそうだな。ぶっ殺そう、お前。ナボリンかわいそうだな、見られなくて。見られてはいるんだよ。見られてるじゃなくて、見れてはいるんだよ。見れてはいるけども、音が全く聞こえない。見られてもねえし、音楽も聞こえないし、お前、俺の声聞こえてんだろ。ナボリンはダメだ。お前、俺の声聞こえてんだろ。ナボリンだ、ナボリン、ピエンだな。ピエン、パオンだよ。ピエン超えてパオンだよ。絶対泣いてるわ。泣いてるよ、お前。何を聞いたんだ、俺。ナボリン泣いてるかな。かわいそうだな、本当に。うん。まあでも、あの、明日の8時とか、明日の夜中のとか、夜中2時とかあるし、いいやん。わかったな、ナボリン。うん、それを見るよ。あるから大丈夫。頑張って一人で。一人かよ、お前。見てくんねえのかよ、一緒に。見てくれや。見てくれや、一緒に。俺さ、頑張ったんよ。仕事も早く切り上げてきてさでさ、頑張って風呂もさ、飯もさ、ちゃちゃっとやってさなのにさ、これのためにさ、今日ずっと楽しみにしてさやってたんにさ、そして銀ちゃんが誘ってくれてさ、銀ちゃんと見えるイエーイってなってさ、すごくテンション高かったんなんにさ、ここまでさ、来てさ、見れないって。いや、俺何にも声聞こえない、マジで終わるぞ、もうすぐで。終わるのか、終わってしまうのか、このまま俺。もうすぐで終わる。俺しか喋ってないぞ、この動画。大丈夫か。ね、銀ちゃん大丈夫な、俺。終わったんじゃね、これ。え、終わったの。え、マジで俺何も見てないよ。俺一言もジョネズさん戻ってきた。ここで最後に聞かせてくれ。お、字幕が聞こえた。今日は本当にありがとうございます。お、字幕。お、今回このライブに至るまでいくつかの出来事がありました。はい。はい。新型コロナウイルスによりライブツアーの延期、そして中止が。そのうちの最も大きな一つです。待ってくれている人を残して、ああ捨てざるを得なかったライブツアーを変わるものを探した結果、すげえ声、実験的にこういう形でライブをやってみようと、そう決断するに至りました。あんた最高だよ米津さん。未曾有な出来事、ああと私のような音楽家にできることはそう多くありません。全然感動してます。あなたのその一言で僕は感動してます。なのに一言も聞こえませんみんなと共に過ごしていたい、うんうん、そういう思いを抱きながら今ここに立っています。うん、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。一言だけでもあなたの声を聞きたかった。終わったのか、終わったくさいな、終わっちまったのか。お、戻ってきた。お、最後。すごい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 。上にはしゃいだ道、パプリカか、今パプリカなんか、車の方に寝かけ回る、あぞり曲がり日差しの道、誰かが呼んでいる、夏が来る、それが初、あなたに泣いたい、日付たもう一番星、明日は晴れるかな、パプリカ花が咲いたら晴れた空に種をまく、ハレルヤ夢を描いてんな、こう
心遊ばせ長屋に届けどこやねん長屋ってフリーが花が咲いたら、はい、雨が空に種をまこハレルヤ夢を描いたなら、はい、心遊ばせあなたに届け届かんよ何も届いてこいよお前の歌声じゃまとれとのカンタでしょう夢何あなたのことを夢に見るふっふっあの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その日の締めを愛してたあなたと共に夢に向かに離れない苦いレモンの葉の匂い何が辻が逃げて別れてないいやでもあなたは私の光はい地区に何もやだ本当に音痴だいやうん分かりきっとるあの日の悲しみさえあの日の苦しみさえ、はい、と全てを愛してたあなたの友胸に向かに離れない苦いレモンの匂い雨が降りに訪ねたら帰れない、はい、今でも何これ初めて聞いたわ嘘つけやめちゃめちゃ歌っとるやんけ何が初めて聞いたよお前保険かけんなよおんちだからってめでたしめでたしはい、今日も皆さんみんな見ていただいてありがとうございます。主のナポリンは何も見れませんでしたけども銀ちゃんがいっぱい楽しませてくれましたね。ということで次も見てくれたらありがたいです。それじゃあまた次の動画でバイバーイ。